皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ウィニポスト92020実況を始めていきたいと思います。現在2002年8月3週ですね、135億円所有しております。今日もゆっくりまたりと始めていきましょう。本日はね、スポーツドリンクをいただいております。いや、ポンジュースをね、もう一回やってくれっていうね、声があったんですけど、ポンジュースね、切らしてますからね。はい、エアポンジュースやりましょうか。エアポンジュースださすがにそれはどうかと思うんでね。さて始めていきましょうか。今回ちょっとね、あの短めに30分ぐらいでちょっと様子見ようかなというところですね。はい、うん、まあちょっと最近ね、ウィッポ実況ね、1時間以上やることもあって、長かったじゃないですか。そのあたりをちょっと改善していこうかなと。うん、まあ、今回30分サクッとね、やりたいと思います。まあそれでね、1日でね、まあ今までだったらね、2時間ぐらいプレイしてたんですよ。それ編集して1時間程度になってたんですけど、2時間もやってないかな、1時間半ぐらいをなんか短くして、まあ、1時間どうですかね、そんなもんだと思うんですけど、うん、だからね、1時間取るのはいいんですけどね、これからおそらくね、分割していきます。まあ、30分に分割して、まあ、頻度をね、その分上げる形で実況していきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい、そしたらしょいばね、行きましょう。サクサク行かないといけませんね、30分ならね、あっという間だからね。はい、俺はあっという間なんだよ。皆さん長いかもしれないけど、俺あっという間に終わるんだよ、30分って。さて、波の順にオールカマーですね。はい、ちょっと能力が衰えてきた感じで、まあ、オールカマーで様子を見ましょう。まあ、それでサルタンクレディね、あれ報告出さなかったっけ、帰ってきたんだよね、これはね。はい、まあ、それで報復出してね、秋はまたブリーダーズカップマイルね、2連覇目指しましょうかね。前週あたりロックオブジブラルタルね、最強マイラー相手にまあ勝てそうで最後刺されたんだよね。まあちょっと報復出しましょう。はい、3週間出せばいいですかね。はい、また秋にね、頑張ってもらいましょう。うん、まあ、それでオーバーフローをね、アーリントミリオン挑戦させます。はい、このまま前走ね、アメリカの G1 でね、2着でした。はい、まああと2勝か、殿堂入りできますんでね、目標は G1 8勝ですね。はい、金の守りと。まあ、それで大木将軍もね、バーデン大将に登録しようかなとね。このままも G1 2勝でね、できれば G1 4勝して殿堂入りさせたいのでね、あと2勝ですよね。バーデン大将、まあ、ちょっと調子が上がってくるか微妙ですけどね、なんかカード使いましょうかね、カード使おうか。絆コマンドで、あるかな、カード。まだあるんだね。はい。まあ、調教師の絆ですかね。ね。あ、心配機能強化2枚あるんですね。はい。まあ、軽め調教で、状態上げます。うん。これでいいんじゃないでしょうか。ね。期待しましょうね、バーデン大将ね。はい。うん。うん、上がってきましたね。でビリーブはね、あの、クメヤキちゃんを乗っけてます。キーランドカップからスプリンターズステークスということになりますかね。ね、クメヤキちゃんは調教師になるそうで、まあ、仲良くなっていてもいいのかなと。はい。まあ、それでね、サミダレ鈴鹿でね、あの、欧州遠征、まあ、惜しいところで勝てませんでしたけど、ね、スプリントもいけるようなんでね、セントールステークスからスプリンターズステークスに挑戦させようかなと。もちろん、ライバルはね、あの、ビリーブということになりますけど、ちょっと相手が強いかな。どうですかね。はい。まあね、あの、クメアキちゃんが乗ってるんで、ね、ちょっとはチャンスあるかもしれません。まあそれでオフシャーガールはね、あの、秋はね、やっぱり牝馬戦線行かせたいですよね。もちろんあの、怪物ね、ファインモーションが出てくると思うんで、ガチンコですね。はい。うん。まあ高津記念もね、マンハッタンカフェの2着下回ってねえな。ごめんなさいね。2着ということで頑張ったんでね。はい。このままやれると思います。はい。ファインモーションでもね、互角にやれるんじゃないかなと。まあ、ポケットモンスター、まあ G1 勝ってくれてね、まあ、ダートね、あの、去年あたりはダートでダメだったんですけど、前走、まあ、構想しましたんでね、うん。まあ、BSN 賞を試しに使ってみようかなと。うん。まあ、その後、レディスプレリュードをね、予定しています。まあ、それ、シェイクは放牧中ですね。オルカマ予定しています。はい。まあ、それで、ベルベットタッチもね、ひょっとしたら鍋底かもしれないんでね、もうちょっと走らせましょう。新潟記念です。まあ、それで、ハミングフレンドね、ちょっと能力衰えてきてしまって、オーバルスプリント。うん。まあ、ウルトラソウルもね、放牧中で、新潟記念かな、どうでしたっけね。あ、新潟記念ですね。はい。福永ジョッキーと。フューチャーボーイもね、ちょっと能力を衰えてきてしまって、関谷記念ですね。ブラザーフットも関谷記念と。
青すぎる空がね、前走アメリカで G1 勝ってくれました。まあこの後どこ行こうかなと、オーストラリア遠征ぐらい行かせたらまだ G1 取れるチャンスありますかね。ね、まあ、スカイサフィール、キングランドカップね、タイガービートルも軽制杯とオータムハンデ、かけるしだね、北九州記念、高田周ね、期待しますからね、シオンステークスでね、まあ、成長型遅めで上がってきたなっていう。バースかけ動かだもね、走ってくれてね、白山大賞典を予定しております。まあ、一部と全部もアメリカ遠征から戻ってきて、セントールステークスね、このままスプリント戦線行かせますね。はい、あ、テイクフー南ね、ブリダーズゴールドカップか、これ久々に見ましょうね。はい、テイクフー南ね、スキップしてばっかりだったんでね、名付け親に申し訳ないので、アナスターシャ放牧中、ウォーターフォルム放牧中ですね、放牧して単調ステークス予定します。まあ、それでレインリリーね、新潟2歳ステークス、前走ね、中京で、まあ、6着に敗れてしまったんですけど、これまあパワーないね、パワー F だと、まあ、新潟で巻き返しを期待しています。朝潮嵐をひまわり潮と、まあ、カイトがね、前走めちゃくちゃ強くてね、これは期待できますね。ね、血統はバブルガムフェローに手術期初続きと。はい。ね。まあ、カイト、ヒンバーですよね。この馬がやっぱり期待なんでね、札幌2歳ステークス行かせますね。ライバルにアドマイグルーヴがいるんで、竹豊ジョッキーが乗ってくれたらね、いいんですけどね。まあ、セロリもね、BSN 賞と。はい。まあ、ボンボンマダムもね、頑張ってます。君という花がね、シオンステークスですね。この馬も万世でね、連勝して上がってきましたね。はい、一応クラシックではないんでね、秋華賞はね。はい、まあ牝馬戦線乗っけようかなと。はい、まあ、それでノエルちゃんね、頑張ってます。開会宣言ちょっと苦しいかな。三密姫もね、これからでしょう。まああと2歳馬ですね、行きましょう。一旦切ります。はい、行きましょう。ネクスト、サクッとサクッとサクッとタララ。実はね、パソコンね、サインインストールしたんですよね。ちょっといらないね、ソフトを整理していたらね、なんか必要なものを消してしまって、パソコンがね、おかしくなってしまったんでね、サインインストールしました。まあ、それでね、昔、リカバリって言ってたよね。リカバリっていうか、サインインストールね、昔だったらさ、DVD が必要だったじゃないですか。リカバリー DVD でしたっけ。それが今ね、すごい簡単にできるようになってるんですね。びっくりしました。はい。まあ、そしたらなんかね、復旧してたんだよね。俺よくわかんないんだけど、結構さ、亡くなった動画ファイルとか出てきてね、よくわからないんだよな俺。まあ PC 詳しくないんでね。はい、さて、ブリダーズゴールドカップね、帝国南4番人気ですね。1番人気グローナスゴート、2番人気がベルズファルコン。まあ行きましょうか。相手そこまで強くないんじゃないですかね。行きましょう。ダイテストね、ワンチャンあるかもしれませんよ、帝国南ね。4コーナーをカーブして、さあこれからさて行け、チャンスある、チャンスある、勝負根性あるから、これは根性あるから、根性で行け、根性で、根性で、頭高いけど根性で頑張れ、させるよさせる、2着ならあるよ、2着なら、2着3着ならあるよ、3着に頑張れ、3着なんとか、根性で、根性で3着、あ、3着来たね、頑張りましたね。はい、優勝でもやれるところを見せましたね。勝負根性あるみたいなんでね、テイクフルナミはね、あ、これは頑張りましたね。はい、うん、うん、よく頑張りました。はい、見事なね、テイクオフ、うん、さて関谷記念ですね。フューチャーボーイと、まあ、ブラザーフットね。フューチャーボーイ人気ですね、2番人気、まだ走るのかな。ブラザーフットもね、坂のないコース得意なんでチャンスあると思います。まあ、それで1番人気ウィンブレイズですね。はい、2番人気がね、あ、フューチャーボーイね。3番人気ヤマニンリスペクトと、まあ、大した相手はない ね、チャンスあるんじゃないですか。ジョービッグバーン、うん、宮城ロドリゴ、キングオブサンデーね、行きましょう。大事そう、うん、早熟馬が結構多いのかな。チャンスありますよこれ。4コーナーをカーブして、うん、さあ先頭だ、いけいけ、2頭とも頑張れ、ブラザーフット先頭、頑張れ頑張れ、ちょっとフューチャーボーイ伸びない、ブラザーフット行け、ブラザーフット行け、ブラザーフット重賞勝ってるよね、頑張れ頑張れ、ちょっと苦しいが、新潟の直線は長い、ちょっとへたれるな、うん、ちょっと苦しいですねやっぱりね。あ、ウィンブレイズだ、ね、2着にはどうやらフィンフィデリア、一番人気に応えました。ウィンブレイズ、ウィンブレイズって言ったら誰が乗ってましたっけ。メジロライアンの子供でしたっけ。なんか松岡くんのイメージがあるんだけど、関係ないかな、 なんとなくね、うん、ウィンブレイズ、うん、ちょっとフューチャーボーイ引退させましょうね。はい、ちょっと苦しいやもうね。はい、ブラザーフットはまあ、ちょっとブラザーフットもちょっと落ち目かな、どうですかね、うん、
さて8月4週ですね、アルティメディオーバーフロー2番、ね、新馬戦もありますね。フライングアタックとマイアミホームランのデビューと、まあ、北九州記念のカゲロウ知らないも、ね、期待しましょう。まあ、フライングアタックは決闘は、まあ、フサコンとマーシャルぐらいですね。はい、あ、そうか、この馬期待してた馬だよね。一番期待していた馬で早熟なんだよね、残念ながら。まあ馬場適正は芝向きか、距離適正万能なんで、クラシックね、期待ですね。はい、ね、アモスさんの絆コマンドをね、使ってね、期待してた一番期待馬なんでね、ちょっとね、Cジョッキーか、Cジョッキー嫌だって言ってたね、これね、サラタンクレディのマルシさんで、ね、岡部ジョッキーしようか、サラタンクレディと同じくね、はい、岡部 G でいきましょう、ベストオブザジョッキー小田部、あ、それでマイムホームランアイメナージョッキーでいっかね、はい、うん、まあどうですかね、APJ の子供だね、このまま前傾がいたよね、ね、オーバーフローも期待ですね、はい、竹豊ジョッキーが万全の状態でいきます。はい、アルリトミリオンですね、オーバーフロー、まあ、ここはね、大きなレースですからね、1番人気ホワイトアウト、白いくせに強いんだよなこいつね、うん、2番人気オーバーフローね、3番人気がウィズアンティスペーションと、まあ、このあたり聞いたことあるまでですよね。サラファンあたりもね、日本に来たまででしたっけね、ザ・ティンマンとかね、うん、サンラインとかジム&トニックとか、まあ、有名な馬がいるんでね、やっぱりレベル高いですよね。いきます、ダイジェスト、アタッキー豊かの、ね、追い込みでハマるかどうかね。アメリカの競馬場は、ね、直線短いですからね。あ、来てるね、来てる来てる、青星来てる、させさせ、頑張れ頑張れ、届く届く届く、いけいけ、ちょっとホワイトハート足毛が頑張るね、あれちょっと届かない、3着か、3着です ね、うん、トブーグもなんか聞いたことありますよね、はい、あ、ごめんなさい、ホワイトハートじゃなかったホワイトハートって足毛じゃないのかな、ひょっとしたらごめんなさいね、間違えてた ね、足毛じゃないんだね、ね、4着の馬がね、ホワイトハートですね、はい、さてフライングアタックですね、この馬期待してるからね、まあね、スプリント戦からスタートっていうのはちょっとどうかなと思うんですけどね、はい、まあ、岡部 G が安定なんでね、負けられません、 1.4 倍、もううちの一番馬ですからね、これね、キック牧場の一番馬ですから、キック牧場なんか国会牧場どっちだったっけね、まあ2番人気がプルーフオブラグ、聞いたことあるような気もするけどね、うん、ダイヤ行きます。さてどういう競馬を見せるかね、持ったまで、ちょっと持ったまでね、引きちぎってほしかったなっていうね、まあでもやっぱりね、追って伸びる足がありますね、頭の首の低いフォームで、あ、これは強いわ、やっぱり予想通り、うん、これは強いですね、はい、段違いの強さです。今日リアル競馬ありますけどね、札幌記念が、ね、あるそうですけどね、ね、ラッキーライラックが一番人気なんですかね、ちょっと僕はまだ馬柱見てないんですけど、うん、まあ、ルメールがね、いましたけど、ルメールどうなの、ルメール来ますか、札幌記念でね、ちょっとどうですかね、あの馬はね、うん、あ、僕ね、先週競馬やりました、言うの忘れてた、負けました、あの2着のサツノガーネットから行ったんで、サツノガーネットだったっけ、あの牝馬のね、行ったんですけど、ちょっと1着は持ってないわ、ね、アールグレイだったっけ、アールグレイじゃなかったっけ、ちょっとダメだわ、うん、岡部ジョッキーで行かせましょう、うん、フライングアタック強いね、おお、おお、おお、すごい評価、うん、さて2歳新馬ですね、マユミホームラン、マユミマユミホームラン、うん、うん、1番人気ですよね、 1.7 倍と、このまま早熟ですかね、どうですかね、2番人気テイムアドール、まあここはね、楽に突破してほしいところですね、エビナジョッキーね、しかめっ面のエビナジョッキーがね、うん、メイビーメイビーメイビー、歌ってそうですね、さあこれからです、うん、見せなくてごめんなさい、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、さてエビダダンス、エビダダンス、エビダダンスは見せないの、エビダダンス、いけいけ、ちょっと引き離さないね、思ったより、どうですかこれは、うん、あ、でも最後の方になって引き離して、どうですかね、うん、そこまで強さはね、感じませんけど、うん、桁外れの強さだって言ってますけどね、どうですかね、ちょっと4馬身差ですね、うん、エビナジョッキーで行かせます、はい、うん、ちょっとこれはね、今のコメントはね、あまり能力ないかもしれないね、うん、
ひょっとしたら、うん、さて北九州記念ですね、かげろう知らぬに見ておきましょう。はい、かげろう知らぬにもね重賞の一つ二つ勝ってほしいところですよね。これまあでもパワーがあるタイプじゃないから坂のあるコースとかいい感じなんですよね。はい、1番人気トロトスターちょっと厳しいな。2番人気ねえ2番人気がワシントンから強力なライバルですね。これねハンデ戦ですよね。だけどね、うん、まあ51キロなんでねチャンスはあると思いたいですね。大事そう。3番人気なんですね。すごい評価されてるんですよね。まあ足毛でね、足毛の活躍は国会牧場そんなにないんで、あちょっと苦しいねこれね。やっぱりトロットスターまだ強いのか、ね、テームサンデーあれ、うん、ちょっと苦しいですね。やっぱり坂のあるコースじゃないとね、かけろしなんかが厳しいかもしれません、うん、まだトロットスターね強いんですね、うんうん、発着惨敗と。さて8月5週ですね、朝潮嵐を楽しみですね、福永ジョッキーと、まあ、それでポケットモンスターとね、やっぱセロリー除外ですね、出したかったんだけど、ブラザーフットちょっとトキステークスにまたね、新潟大好きなんで挑戦させます。まあ、それでレインリリーもね楽しみですよね。抽選通ってほしいね。ね、ボンボバンダム除外と、まあね、キンランドカップビリーブとスカイサフィールですね。ノエルちゃんも頑張ってほしいなと。はい、さてひまわり賞ですね、小雨が降ってると朝潮嵐をね、4番人気この馬もそこまで強くないんですかね。1番人気ゴールデンキャスト、おお懐かしいね、待機シャトルの子供だったっけ、期待されたんですよねこれはね。はい、ね、2番人気がシルパー角馬かな。3番人気がラントザフリーズの、おブライアンスタイムのね、うん、大隅遥かあたりもいるんでね、レベル高いですね、うん、行きましょう。福永ジョッキーが乗ってくれてるんでね、期待しましょう。さて、ってことあるよ、ってことあるよ、さっさせ、さっさ、いけいけ、朝潮嵐を、ね、手の前、何て、頑張れ頑張れ、いけいけ、さっさ、さっさ、届かないね、うん、まあ、頑張りましたけど、正直、ここでね、これだけ苦戦してたら苦しいですね、はい、ゴールデンキャストもね、そこそこ走りましたけどね、うん。ゴールデンキャストはコバになってからも結構走ったんでしたっけね。ね、まあ、ただね、まあ、そこまで強むまではないんでね。さて BSN 賞ですね、ポケットモンスターが出走します。まあ、ダートでどういう競馬を見せるかですね。ダートでまだ一勝もしたことないのかな。ね、一番人気だ、ね、ダートは合うと思うんですよね。追い込みでいかせます。大体そうネベナジョッキーのシカメツアーでね、あのポケモンを追うわけですよね。ポケモンゲートだぜって歌いながらね追い込んでくると思いますよ。いけいけ、さて、うん、ってことあるってことある、いけるいける、うん、抜けてきたね、抜けてきたね、抜けろ抜けろ、いける、させるさせる、頑張れ頑張れ、一気にポケットモンスターよし、ポケットモンスター、ね、ポケットモンスター、はい、1着、2着にはどうやら、うん、まあ、エビダジョッキーとポケモンのコンビって最高ですね、見事一番人気に応えました。相棒よみたいなね。まあ、この後もね、あのダート先生行かせましょうね。はい、うん、ダートの方がやれると思うんだよね、うん、あ、トキステークスね、ブラザフット一番人気なんで見ましょうかね。はい、うん、まあ、チャンスあるかもしれませんね、うん、まあ、2番人気がドラゴンフォレストと、はい、行きましょう。まあ、新潟とかね、京都ね、あの直線の、ね、直線逆らない直線大好きですからね。でもさすがにもうちょっとね、まあ、60キロなのかな、筋量が。ちょっと筋量が重いのかな。喉落ちてきたかもしれないね、ブルーバーフットも、うん。結構地味にね、頑張ってきてくれたんですけどね、うん。もうちょっと厳しいですからね。まあ、アルタマインディあたりもね、懐かしいですよね。アルタマインディって言ったら、なんか小倉記念で高騰したんでしたっけ、どうでしたっけ、うん、あ、金量か、まあ、ただもうダメだね、うん、さてレインリリーですね、新潟にサイステークスね、直線ね、坂のないコースに変わってどこまで挽回できるかね。一番人気エイシンジャンプとね、エイシンジャンプに前走完敗でしたっけ。二番人気ミラー朝日と、うん、ちょっとは詰められるんじゃないかなと。あとは、まあ、新興ルビーとかね、グランリーオとかいますけど、マイネルボールゲンがいますね。はい。
うん、まあ結構揃ってるんですけど、チャンスはないことはないでしょうね。はい、大丈夫そう。この馬がお父さんがね、何でしたっけ、意外の馬でしたよね。頑張れ頑張れ、いけいけ。ちょっと苦しいか、ちょっと巻き返せ巻き返せ、さっさっさ、エイシンチャンプ強い、引き離された。ちょっと伸びないね、これはね、伸びないわ。いや、エイシンチャンプ強いわ、ね、エイシンチャンプ福永ジョッキー乗ってるんですかね。うん、ちょっと負け癖がついてるかもしれませんね。うん、弾けませんでした。うん、どうですかね。ね、4着ですね。はい。あ、エイシンチャップ福永ジョッキー乗ってないんですね。永瀬ジョッキーと。うん、ちょっとね、もうちょっと走るのかなと思ってたんですけど、苦しいですね。うん、ちょっとキンラードカップですね。ビリーブと、ね、スカイサフィール、スカイサフィールも結構人気してるんですね。ね、2番人気ブレイクタイム、4番人気ディバインライトと、もちろんあのビリーブの鞍上はね、組み飽きちゃうんですよね。はい、重賞を勝ってもらいましょう。まあ、この後スプリンターズステークス行かせてね、もちろんあの GA ブレストね、オーストラリアの出したいな。ただ伸びない、ただ伸びない、ただこの辺りクメちゃんのあれかな、伸びませんね。あ、湘南カンプが完勝と。いや、これ雨降ってたんですかね、どうですか、ババが荒れてた。ちょっと今までね、こういうレースは初めて見たんでね、ビリーブちゃんの。いや、ちょっと完敗でしたね。ね、うん、まあ、ソネジョッキーってあれね、あれ名前藤田ジョッキーのモデルですよね。ね、湘南カンプ、スカイサフィールは10着と。はい、うん、何なんでしょうね。まあ、ジョッキーですかね、これは。うん、さて、9月1週ですね。あの、先ほどね、ノエルちゃんが勝ってましたね。あれ、なんて読むの、北海道の地名だよね。支笏湖特別、違うかな、北海道の地名だと思うんですけど、ちょっと分からなくてごめんなさい。はい、ノエルちゃんはね、勝ってました。はい、まあ、それでまあ、沖将軍ね、バーデン大将ですね。カイトもこれ楽しみですね。やっぱり竹田がジョッキー乗ってくんねえんだ。あ、そうだ、竹田がジョッキー、ドイツ行くのに乗ってくれるわけねえよな。吉田ジョッキーって。うん、ちょっとどうですかね。吉田豊ジョッキーなら、まあ大丈夫だと思うんですけどね。うん、まあ大丈夫だと思いますよ。はい。カイト頑張ってもらいましょう。はい。まあ、それでね、三密姫が若藤大橋特別。ベルベットタッチ、ウルトラソウル、新潟記念ね。マイミホームラン。マイミホームラン、短距離馬みたいですね。はい。なので、クラニサイステークス使います。ウォーターフォール出てない。ちょっとアナスターシャ、あ、アナスターシャごめんなさいね、ウォーターフォール出したいので、はい、ごめんなさい。はい、行きましょう。さて、バーデン大賞ですね。大木将軍ね、海外 G1 でね、1番人気ですよね。2番人気がゴージャススピーク、3番人気がウィナーさんと。はい、ドイツの G1 なんでね、レベルはね、落ちると思うんですけど、どうですかね。大事にします。去年はね、僕の馬が勝ったんですよね。名前出てこない、ごめんなさい。自分の馬名前出てこなかったらダメだよな。さて、ちょっと内で詰まってる。大木将軍いけ、大木将軍いけ。ちょっと苦しい、ちょっと苦しい。ダメだ、やっぱり通用しないわ。ね、波乗りジョニーですね、去年勝ったのね。波乗りジョニーが勝ったんですよね、去年ね。ちょっと大木将軍は、海外遠征に向かないんですが、ムブタケルって有名な馬ですよね。ちょっと完敗でした。はい、まあ、金量のせいにはしてほしくないですよね。みんなウィポのジョッキーね、海外遠征で負けたら金量のせいにするんでね、ちょっとがっかりしますよね、あのコメント聞いたらみんな同じ条件だからね。まあ、それでカイトですね。カイト人気ないな。7番人気か、ね、1番人気メジロスポット、メジロスポット角馬ですかね。2番人気メジロ早風ね、メジロ軍団がいますけど、これ2頭とも角馬だと思うんですけどね。まあ、ピースオブワールド行くね、アドマイグループもいます。まあ、このあたりがクラフトワークね。まあ、サイレントディールもいますね。結構レベル高いとこ集まって、まあ、吉田豊ジョッキーがどういう基盤にするかね。はい。さあ、これ強敵集ったんでね、どういう基盤にするかね。あ、ちょっと苦しいか。頑張れ頑張れ。ちょっと苦しい。さすがに苦しいか、これ。メジロが頑張ってる。先頭は何あれ。ちょっと伸びないですね。アドマイグループだ。いやどう捉えたらいいんですかね、これはね。カイトもダメか。今年の2歳、結果がね、ついてきませんね。
能力ないわけではないと思うんですけど、ちょっと7着惨敗でした。はい、ジョッキーをね、竹田がジョッキーにしておけばね、ちょっとまあ仕方ないですよね。ただうん、さて新潟記念ですね。ウラッターソウル下回ってねえよ。8番人気、15番人気ベルベットタッチと、まあ、ちょっとこのレース厳しいですかね。1番人気ウィンブレイズ、前走も強かったですからね。まあ、3番人気東海オーザー、2番人気がね、ジェミードレスと、うん、まあ、ウィンブレイズもね、そこまで G スト1級というイメージなんでね。ウルタソウル G1 勝ってるんだけどね、まあ54キロですね。いきましょう、ダイジェストねえ。ウルタソウルの格上だと思うんですけどね、ちょっと最近冴えません。ベルベットタッチ苦しいね、馬が走る気になるもん。ちょっとウルタソウル頑張れ、ウルタソウル力あるはずだ。抜けてこい抜けてこい、タップダンスシティが頑張ってる。ウルタソウル来てる、ちょっと前が壁、前が壁、うん、ちょっと苦しいか。消化不良の一戦ですね。タップダンスシティとアメリカンボスがいたんですね。レベル高えなっていう、ウィンブレイズ敗れました。これは掲示板までです。タップダウンシチームこれからね、強くなってくる馬ですからね。レコードタイム、はい、これはレベル高いレースでした。はい、うん、まだ衰えたって言われないんですよね、ベルベットタッチはね。うん、さて小倉2歳ステークスですね。真由美ホームラン、うん、2番人気結構人気ありますね。1番人気はエイシンブロンド、まあエイシンブロンドってそんな記憶残ってないんですけど、まあ、アタゴ大将とかね、うん、あとはシーズ投手がいますね、うん、シーズ投手はね、桜花賞も2着して、ね、コバになっても頑張りましたからね。桜爆仕様の子供でね、うん、まあ、賞大事そう、まあ、ここでこう結果が出るのであれば、まあ、期待はできるんだけど、ちょっと苦しい。前もホームランいけ、前もホームラン、ちょっと足りないな、力が足りないわ。今年の2歳結果出ませんね。頑張れ、3着に入れ、3着に入ってきたかどうか。エイシンブロードっていうのはあれかな、シーツバかな、エルスウォームもちょっとわからないですね、うん。うん、まあ3着入りましたけどね、ちょっとどうなんですかね。さて、ウォーターホール見ましょうね。単調ステークス1番人気と、はい、まあ、前走 2600m 出して2着だったんですよね。まあ、2番人気アニーズリスクいきましょう。まあ、ここで勝てばね、また重賞でも出れるかもしれないので、いつも重賞弾かれるんで、こんなね、悲運の馬なんでね、ちょっと頑張ってほしい。いい経験、先頭だった、粘ってくれ粘ってくれ。モタホール頑張れ、久々の勝利、勝負工場ないんだよな、こいつな。最後なんか抜けられたの2着だ。勝てないんですよ、モタホールは。根性ないんですよ。瞬発力もないからね。能力はあるんですけど、武器がないんですよね。ねえ、幻のオークス2着馬。ねえ。さて9月2週ですね、いよいよね、競馬がね、本格化します。まあ、シオンステークス、京成杯、オータムハンデ、セントールステークスね、はい、期待の高田シュート、君という花ね、タイガービートルもやると思いますよ。まあ、サメダレスズカーズの一部と全部もね、楽しみですよね。はい、行きましょう。